はい、どうも、こんにちは、これです。妖怪釣りやっていきたいと思います。じゃあ、4回ですね。4回行きましょう。一角おるからな。回復やがねん、これ。そろそろ使ってきたんじゃない？いや、頼む、ポケモンセンターみたいな感じで回復して。それよかった。弱ってる相手に勝ってもつまらないしね。早速バトルを始めようか。ふざけんな。この一角を落とさなあかんねん。S ランクの回、手強い相手になりそうでビス。一本、この回復量がすごいんでね。超回復持ってるんで、一角は。こいつを先に落としとかないと、かまいたち新しいキャラやな。これ誰だよ、こいつら。ほう、結構やばそうやな。なんか強っ。一発目が強すぎ。あ、ビビってビビって。一発目からめっちゃ強いやん。一発目からめっちゃ強いやないですか。よいしょ。一角ひんやんやんか、確かこいつ。しばけ、一角しばけ。でかい。オッケー、でかい。ブラスターモード。ここで豪傑ショットでぶちかましておくとでかいんですよね。ダメージ与えろ。一回とかいらんから、ダメージダメージダメージ来い。きた。あ、くっそ、これ構えたちに一角が欲しいな。これ一角入ったらでかいな、今思ったら。オッケー、一角マックス。一角も入るんちゃう、これ仲間。こいつ好物ない。好物ない、まんま来たで、これ。まんまやで、これ。こいつ好物ないだっけ。そば。そばあげよう、こいつに。そば。そば、そば、そば。そばねえか俺。俺、そばねえか。あ、かけそば。来たー、相手に使おうっと。来た来た来た。うまい、ポーン。これやばい、これやばい、これやばい、これやばい。やばい、これ、まずい。もう、これまずい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 。うーわ。あ、こいつ、あかんて、あかんて、あかんて、こいつ、あかんて。こいつ、めっちゃ強いやん。まずい。勝つぞ、ほんま。おら、おしおし。あか、回復すんだわ。あ、頑張れ。これほんま強いってこいつら。一角しばけ、一角しばけ、一角しばけ。よいしょー。当てか、当てパチ。よいしょ、倒した。オッケー、沈めた。一角だ。これ沈めた。仲間へ。一角仲間へででかいで、これ絶対。しばくしばくしばく。これ。友達くんな、友達くんなよ。あ、いらん、もうこれ撃たんでいいわ。一角欲しいからな、これ、ええわ。友達欲しいね、撃たなくていいです。これもう死にかけとるやんか、もう。ビビ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 ビ。ちょ、一角入ったでかいな、このチームに。一角はマジで回復役としてはめっちゃすごい優秀やから、一本一得も結構回復度やばいから。必殺当てにくいわけやから、そう考えると、あれやわな。当てやすいというかもう、いつでも使える必殺はでかいよな。これ、めっちゃ強ないこいつ。このカモン。カモン、イェイ、カモン、イェイ、強すぎひん、これ。やっぱこいつほんま強、こいつ強すぎ。死ぬでほんま俺。私死ぬよほんま。トウモロコシは？うまいな、トウモロコシ食わして、トウモロコシ。なんかめっちゃ強い。さっさん。きたー。なんか叫ん。これまずこれ。エビくれ。こっちだ。よし、ナイス、ガード。よいしょ。倒した。こっからやぞ。うわぁ。
このかまいたちのアタックやばい、ほんまやばいよな。マジで強いよな。何？なんか後ろのやっぱきついな。オリ行ってこい。やばい。まずいぞ、これまずいぞ。はい。ナイスガード。オッケー。行ったれ、行ったれ、行ったれ。行ったれ、お前ら。ナイスガード、ナイスガード。行って。まずい、これまずい、これまずい。使わして、使わして、使わして。アイテム切れてきようって、これやばいって。当たってへんがな。おい、攻撃しろ、なんで攻撃してんねん。ブラス行こう。こいつらほんま攻撃しろよ。厳しいぞ、お前ら。ほんま友達いらんて、これ別にもう。帰る、アタック。なんでやねん。さあね、かまいたちいらんねんって、一角欲しいねんって、俺。これいらんて、ほんま。これまずまず、これ強いな、ほんま。一角入ったらここ勝てるわ、でも。一角がここで仲間入ったら、もう一気にこれ、風向き変わるで。あー、入ってくれへんかな、さすがエスレアは。でも、友達モードがあるわけやから、入る可能性はあるわけやな、多分な。一角欲しいって、ほんまに。弱い。なんでガードなあいつ。性格同時なんじゃないやろあいつ。ガード意味ないってほんまに。いけ、嵐。ガード意味ないってあいつ。なんであいつガードなんずっと。バカな。この黒いソンマークだなんてほんま。何しょんねんほんま。何しょんねん。いったれいったれいったれ。いけ。勝てる。おっしゃ勝った、危ない。イエス、寒い。ふぅ、レベル上がる、全員レベル上がるで。しょぼいなぁ。来い。うわ、お前かよ、おい。お前か。俺の動きよく見たな。くく大したものよ。なんかもう、文字見切れても通るやん、これ。いらんて。初めてやけたした、こいつ。マジかよー。強、確かかっこいいけどさ、これほんま。いらんねえ、ほんまに。いらんねえ、これほんま。おかまいたち。おかまのいたち。これ男かこんなこと若干わからんもんな。まあ、女っぽいけど、なんかおかまのように見えるからな。うん、にゃ、にゃっかにゃっかにゃ。おお、でもレジェンドの。マサの解放やった。もうやるやん。まだ一角が欲しかったな。ただ、かまいたちあいつ強いな。一本。これでザダルマ師匠に怒られちゃうよ。四つ目でこれ、これ多分、無理やぞ、これ多分。四つ目でこの強さってやばいな、これ。これ今回ってやばいよな。ちょ、かまいたち見るわ。レベル何本なんあいつ、ちなみに。何本で入ったん ?54!ここめっちゃ強いやん、てか。あ、もうこれ勝てへんやん。場所的に間違ってもとやん、これ。レベル54で出てっとんか、普通に敵で。その負けるわな、俺。レベル15とか入れたらあかんやろ。こいつ入れるべきかもな。これ強いな、しかも。255HP。敵のいい取り付けを無視して攻撃する。あ、でも、怠け者なんズボラで、ズボン的。こいつ強っ。タヌ教授もレベル44か。一気に強なりすぎてへん。これじゃあ、レベルなんぼなん？師匠。師匠、これやばいぞ、下手しい、これ。これ絶対勝てへんっぽいな。なんか気がしてたな。HP はもう、とりあえずプラチナだけでええわ。プラチナだけ、いっとってやろう、とりあえずな。こうかな？マジかよ。これやべえな。絶望やな、これほんまに。ちょっと絶望しそうやわ、今。ちょ、なんか、休憩できないやつな、おらへんの？ほんまに。早いな。フルスイング、ドン。強すぎやろ、一角。マジで。いやー。うお、次これ。四天童子やん。もう持っとるやん、俺。四天童子 VS 四天童子やん、これ。一発目、これ開幕クリティカル来るからな。しかも、プラチナに火に強くないんやな、そんなに。速攻回復せなあかんぽいな、これ。はい、じゃあ、とりあえず一旦今回はこれで終わって、次回またこの続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。